えとでは、えー、準備が整いましたので、パネルディスカッションを始めたいと思います。えー、山口 PM はあのご、ご都合があられるということで、えー、2時に退出されるという予定です。10分ちょっとぐらいですかね。えーえー、とまずこれ、えーと、じゃこの今画面に映っているものから。 始めたいいと思いますが、えー、ゲリラ豪雨も対象とのことですが、1時間以内に急に大雨となる現象に対して、増風機、風車群、洋上カーテン、シーリングなど大雨が起きるところに展開することは可能でしょうかこれは山口 PM ですね。お願いしますあ。はい、ご質問ありがとうございます。えっと、すごい大事な観点のご質問だと思っていて、あのであると同時にまさにここが課題だなというところが、えー、大きくあると思います。 えっとまあ、具体的には、すね我々が今考えていることとしましては、えっと、まずはある程度ですけれども、起こりやすい場所というのがあるのかなと思いますし、もしくはあの災害の観点から起こってほしくない場所というのもありますので、ある程度の対象エリアというのはまあ事前に決めれるかなと思われます。えっと、それからですねあとは いかに制御デバイスを機動的に瞬間瞬時的に動かすことができるかというところになりますがそちらもやはりある程度事前に準備しておくということが極めて重要であると思っております例えば養生カーテンとかですと、まあ、船はです、ね、常にも、えー、と用意しておいてで、えー、と気象予測も大事になるんですけれども気象予測である程度これから数時間後とか半日後とか危ないよということがあれば、まあ、段階的に準備を進めておくことによって もう本当に5をかけるとなれば、その場ですぐ動くということが大事になりますし、また制御デバイスの開発時にも、そういった機動性を考えて、デバイスを開発するということが大事かなというところで考えています。大事なこととしては、1つは海の上というのは比較的動きやすいかなというのもあるので、海で展開できる、具体的には船ですね、船とかで構えておくというのが、1つ有望な手法かなというふうに考えております。 はいありがとうございますあの今日特にあの議論したいのが、まあ、これから工房 PI の公募をするわけですけれどもあのいろんなアイデアを持っている方々が自分が持っている技術なりあの専門性が希少に役立つとは到底思っていないということがあるんじゃないかと思うんですよね。 でそういうものをなるべくこうあの力を合わせるような形で、えー、取り込んでいくというか、まあ、一緒にあの取り組んでいけるようなあのことが必要になるだろうと要するに今の技術の延長線ではこんなことはできないと思っている目標を掲げているわけですからあの普通の考え方ではあの出てこないような方法を作っていかないといけないわけですよね。 まあそういう観点であの例えば今、えー、山口先生おっしゃったのでところを考えますと海の上でああのまあ、どどんなえと <laughs> 例えば風を増やすとか減らすとかあ、まあま何でもいいから何かができればあの役に立ち立つかもしれないしそれはあのそういうことが役に立つかどうかということはどうやったら あの、調べることができますか。あ、はい、ご質問ありがとうございます。えっと、すみません、質問をうまくキャッチでてなかい。あ、すみません、えっと、はい、私がお聞きしたかったのは、はい、例えば。ある技術が。うん、海の上の水蒸気を。あの、ちょっと増やすことができそうだと、例えば、海の。水を、えー。無理やり蒸発させることができるような方法がありそうだ。ということが仮に、例えば、あったとして。 えー、そういう方法を、まあ、作っていられるあるいは作れるんじゃないかと思うその技術の専門家は必ずしも気象の専門家ではないのでそれが気象にどういう影響を与えるかということはよくわからないけれどもあの海の上で水蒸気を増やせるかもしれないと仮に思ったとしますよね。でそうしたらそういうことがじゃあゲリラ豪雨の発達、まあ 発生などにどう影響するのかというのを考えるのは気象学者なんだと思うんですけれどもそこのマッチングを取っていかなければいけないというのがこのプロジェクトの難しい、まあ、この目標の難しいところだと思うんですね要するに気象学者はあの気象に変化を与えれればどういうふうになるかということをシミュレーションしてみることができてそこからプロセス気象のプロセスを理解することができてえー なのでこういう方法が有効だということを、えー、言うことはできると思うんですけれどもそのきっかけになるその会場で水蒸気を増やすという技術を持っている人がいるのかわからないし仮にそういう人がいたとしてそういう人は気象に役に立つとは思ってないかと思われるわけですよねなので今私たちがここでディスカッションしたいのはそういうその気象に役立つかどうかということを狙ってないような技術が あったとしてで、それが大気の状態に変化を加えるということが分かったとして、でもそれがゲリラ豪雨の発達に影響するかどうかということを山口先生のプロジェクトで調べるのはどうやったら調べられるんですかというのが私の質問だった。分かりにくい質問です。いやいや、ありがとうございます。あの 非常に大事なご指摘だと思ってます。基本的にはやはり世の中の潮流を作らないといけなくて、そのためには気象の学者だけでは全然だめだと思ってますので,で、そういった意味で、えっと、少しでも大きな、多くの人を巻き込むということは、まず大事なというのは間違いないです。で、その中で、今、宮内先生おっしゃった通りですね、その気象に役立つのと思ってない技術がたくさん眠っているというのは、本当に私も強く思ってまして、まあ、そういったところで、えっと、まあ、我々、 はもちろん気象のシミュレーションができますので、まあ、そういったところから、ですねもう少し具体的な必要性というのを、例えば水,、まあ、水蒸気を増やすとおっしゃいましたが、まあ、この程度、これぐらい変えると気象が大きく変わるんですよという目安をです、ね、いち早く、まあ、我々の気象の研究者を中心にですねどんどん世の中に発信していって、あそれであれば我々の技術、ひょっとしたら使えるかもしれませんよといったような声が上がってくるんじゃないかなということを。 これがが番あありりりるアプローチかなとと思っておまますすはいいうございます例えばその打ち水をするみたいなことは昔から行われてますけれどもあのゲリラ豪雨は範囲もあの狭いしあの急に起こる時間的にもあの機動性が必要でそういう意味で1時間以内に急に大雨って、まあ、このご質問はまさにそうですけれども、まあ、そういう時に打ち水みたいなことを機動的に行うと効果があるかって分かりますか それはシミュレーションで出てくると思います。ぜひ、はい、出したいと思います。はい、えっ、ー、と打ち水をしてみるというのも一つの,の人間が介入できる手段になり得るということですよね。はい、ありがとうございます。えー、他の方の PM から何かコメントなどありますか？今のこれに関して特にない。な、はい。はい。では次の,あの話題に移りたいと思います。 えー、次の話題をお願いします。<laughs> これは、えー、と質問が来ているので、えー、次の話題。 あはい、映りました。えー、例えば、成層圏への反射物質散布や、えー、経年での深層水組み上げによる表面水温の低下などの研究開発を、えー、この目標の中で実施することを想定しているでしょうか。はい、ありがとうございます。えー、これはおそらく気候を、えー、操作するための ジオエンジニアリングの話ではないかなと私は理解しますが成層、えー、圏への反射,反射物質、まあ、普通は吸収する物質じゃないかと思いますけれども、あのー、例えば、えー、と火山が噴火すると、えー、噴煙が成層圏に上がっていってその噴煙が、えー、大気を成層、まあ、圏の中を 覆ってしまう地球を覆ってしまうので、えー、あそれによって太陽光が遮られて、えーまあ、地球が冷えるというようなことは実際大きな火山噴火があると観測されている事実ですし、まあ、そういうことを人為的に起こしたらというのはあのジオエンジニアリングの方法として、えー、検討されています、まあ、私たちが、えー、この目標の中で対象とするのは えー、個別の極端気象を、まあ、先ほどありましたゲリラ豪雨とかですねこのゲリラ豪雨はある場所に発生発達をして大雨を降らせるわけですでそれがあの大都市の、えー、小さい河川が流れているようなところだったりするとその河川が突然あふれて洪水になったりということが起こるわけですねでもしそういう、まあ、ゲリラ豪雨はどこかで起こるわけですけれども それをその河川に流れ込まらないちょっと横のところに仮に動かすことができればまあ同じ雨が降ったとしてもえ人間への影響を減らすことはできるかもしれないわけですね。まあ、そういうようなことを考えています。ですのでえと中長期的に気候を操作するようなえことはえこの目標の中ではえ考えてはいないですね。 えー、当然そういう技術もあの人類にとっては重要なあの考え方だと思うしもともと人類の活動によって気候変動が起こってしまったのでこれは人が、まあ、人為的に引き、まあ、意図していたかどうかは別として引き起こしてしてまった気候に対すする人間の影響なわけですよねでそれに対して、まあ、地球を元に戻そうと人為的に行おうとするのは、まあ、人間は考えるべきことなのかもしれませんが。 あこの目標の中で、えーその、目標、ターゲットを絞り込まないとあのいろんなことをすることになって何もできないことになってしまわないかと私としては考えますので私たちの目標は今、変化している気候人間が引き起こした気候変動のせいでですねあの極端風水害の被害が増えているわけですね。 これに対応するためにその気候を元に戻すというやり方ではなくて、ここ起こる台風や豪雨を人間のに悪影響を与えないようにできないかと、副作用のことをもちろん考えて合意できるその災害を防ぐ手段を作れないかということを目標としています。でで、ですのでそういうい観点では、 ここに書かれているような、えー、ジオエンジニアリングといういわゆるその気候変動を引き起こすような技術というのは、えー、考えていないということです。えーはいえー、と山口先生が退出されるお時間になりました。最初にゲリラ豪雨の,あのご質問があって、えーあの、的確なご回答いただきまして、どうもありがとうございます。 あ,どうもありがとうございました。すみません、本当に夢のあるプロジェクトだと思っておりますので、えっと、ぜひ、輪が広がっていけばなと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。では、本日はここで出演させていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えっと、では、残り1時間。いいですはい。今の、そのその貯蔵水の組み上げの話がありまして、えっとまあ、我々実は今、本当に三好 PD がおっしゃるように、そういった長期的な、えっと、変化に対する話とは違う、それはその通りなんですが、 えっとまあ、一方で、えー、と台風が接近やってくる間に、まあ、海面水温を少しでも下げれればいいという観点からだと思うんですが、まあ、我々のチームに、まあ、こういう技術があるよと,、えーとまあ、海,洋水を海洋の深層水を組み上げて海面水を下げるよっていう、まあね、あのアイデアをいただいたことがありましてでそれでそれは本当に台風が来た時にどれぐらい。 勢力ををを落ととすすののに効果がああるるかっててていいうのを、えっと、数値シシミュレーションをして今調べているところでもありますだからそれを実際、えっと、やるかどうかとかはまた別の話なんですけれども、えっと、これ一つ前の,、えっと、あのクエスチョンにもつながると思うんですけども、まあ、我々の技術を持てば数値シミュレーションというものを持てば、まあ、それをこう,うまく再現することができれば台風にどういった効果があるかっていうのを、まあ、定量的に調べるって技術はあるので。 まあ、その今、皆さんが考えられているアイデアが、えっと、長期的な話とか、あの、どう聞くかとか、そういうことを、まあ、あんまり深く考えなくても、アイデアとして出していただけたらと思います。はい、おっしゃる通りです。すいません、えっと、言葉足らずでした。あの反射物質散布の話だけをしましたが、まあ、成層圏に反射物質を散布して、まあ反射なのか吸収なのかわかりませんけれども、いずれにせよ、太陽光とインタラクションするような物質を散布すると、それを回収することも多分難しいし。 あの火山噴火の影響は、まあ、しばらく残ります何年か残ってしまうんですねでその深層水の汲み上げもその経年でって書いてあるのでジオエンジニアリングかなと思って同じように扱ってましたがただまあ深層水を汲み上げまあ台風自身が混ぜますよね深層水ではないかもしれないけれどもある程度表面の水を混ぜて台風が来ると自分自身でその台風が海水温を下げて 自自分自身の発達を抑えるメカニズムがありますねですので、まあ、あの台風が強くなる前の状態で台風は発生発達していきますので、まあ、その状態で、えー、一時的に、えー、水面の温度を冷やしてあげることで、えー、弱化させる要するに発達を遅らせるなり抑えるなりのことができる可能性はおそらくあってじゃあそれ、まあ、その組み上げるというのは 技術的に可能かもしれなくてじゃあそれにどれぐらいエネルギーが必要でそのエネルギーをちゃんと持っていけてっていうフィージビリティがあってでその上で、えー、副作用の評価をしてみたいなことを考えればですね十分あり得るんだと思うんですですのでその今私たちは、まあ、今日パネルディスカッションしているのはあの私たちが考えつきもしないような技術を持っている人はきっといるし、まあ、そういうアイディアを が存在しているはずだけれども、その気象学者から見えないしい、作っている人も気象操作しようと思っては作っていないわけですから、まあ、そこのマッチングをなるべく広くアイデアが欲しいという趣旨でやっていますので、まあ、そういう観点では、あのい,いろんなアイデアが欲しいですよね。ただ、その,、まあ、あの今対象とするのは、えー、気候を操作することではなくて、えー、あくまでも短期間に起こる気象を 操作する制御するということが目標であるということは、えー、私が言いましたですので深層、まあ、水の組み上げは十分考えうる手段になりうると思いますしその反射物質の散布もその物質の種類によってはあのすぐに消えてなくなるとかですね何かあるかもしれないですので、まあ、そういうこともありえるのかもしれないですよねですのであのなこの経年でとかもう十 気候変動自身をなんとかしますというのは、ちょっとこの目標のターゲットではないと思っていますけれども、ただこの目標の中でターゲットとしている豪雨や台風に対してインパクトがあるという観点では、あのこういった手法もありうるんだとは思います。はい。えっと、いかがでしょうか。よろしい。はい、では、えー、次、お願いします。航空機による飛行機雲を用いることは可能でしょうか このように雲を意図的に作り出すことも手法の一つに加えられないでしょうか、えー、航空機のお話を少し筆や、えー、ス p m がされていましたので筆やス p m の方からお願いします。はいありがとうございます。あの飛行機雲飛行機が雲を作りながら飛んでるわけではなくて凝結核ちりやほこりみたいなものを出しながらそれが凝結核となって、えー、雲ができたのが飛行機雲です。でそれは、えーとー それがどう台風に効くかはぜひ研究したいいなと思いますあの最初にちょっとお見せしたんですけど台風って中心にこう雲が集まってあのエネルギーが集中的にこう集中していくんですけどもそれを少し外に雲を作ることでエネルギーの相当たの量は変わらないけれども集中から少しこう分散させて勢力が落ちるんじゃないかっていうのはありえると思いますので。 えっと、そういうことも考えていきたいなと思います。意図的に雲を作るっていうのは。結構重要な、あの、鍵になるかなと思います。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、そういうこと、はい。あ、じゃあ、はい。サーダピエン、お願いします。あ、あの、ありがとうございます。えっ、ー、と、飛行機雲、非常に素晴らしいアイデアだなと、私も。今、感じてます。で、なんか、まあ、少しこう、いつもの。 とちょっと違う航路を通ってもらえば、それで制御ができるのであれば、えー、非常に低コストで済むし、というふうに思います。あと、それからこれでふと気づいたのは、だとすると、今たくさん走ってる航空機によって、気象は変えられていないのかということを調べるということも研究になるのかなと思っていて、まあ、一つのこういう世界認証の探索のアプローチとしては、まあ、皆さんが今やっていることが、 気象に影響してないだろうかって考えてみるといいかもしれなくて、そうすると、ふ、まあ、普段はもちろん能動的になんかやろうとしてないから大きな変化にはなってないけど、実はちょっと気象に影響していて、だからそれをもっと能動的に使えば制御につながるかもしれないみたいな、そういうふうに、えー、少し考え方を変えてみると、こういう航空機をはじめとしていろんなアイデアが出てくるんじゃないかなというふうに思いました。以上です。はい、ありがとうございます。 まさにあのその通りで、まあ、飛行機雲もえ関係する可能性がありますし、十分アイディアとしてあり得るわけですよね。まあ、同じように打ち水の話をしましたが、あのビルの排熱をちょっと変えるとか、あのちょっと色を変えてみるとか、いろんなことが考えられるかなと。色を変えると、太陽光の吸収の仕方であったり、反射の仕方が変わるので、そのローカルな熱の。 あの表面での熱の分布を変えることができるかもしれなくて、いろいろありうるのかなと、今のは気象学者からの発想なんで、限られていると思いますが、もっとあの思いつかないようなこともあるんだと思います。ありがとうございます。えっと、では、次に行きたいと思います。次お願いいしますはい、え次、出てきました。制御技術は特許の対象になると思いますが、 本プロジェクトでは特許について指針はありますか各グループがそれぞれ特許での技術を縛ると他のチームでは利用しにくく,ししにく,くなるのではないかと思います。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、ま、えっ、ー、と、今日の、えっ、ー、とあ、新しい手法を探したいというところで、まあ、あの、特許の対象 そうですすねああののななるるようなものもあるんだと思いますで、まあ、特許は、えーまあ、いわゆるオープンクローズ戦略で、えー、特許として大事な技術であればそれは守るべきだと思いますけれども、まあ、あくまでも、えー、目標は気象を制御して人類にベネフィットをもたらすことですので、まあ、その観点で、えー 有効な技術開発をしていきたいでそ。それにあたって特許を取ることが有効であるのであれば、それは必要なのではないかと。まあ、そのあたりはあの適切な、えー、オープン・クローズ戦略を持って、この、えー、目標では取り組んでいくという方針です。えー、はい。何かありますか <laughs> 今言った以上のことはない。はい、ありがとうございます。では、えー、次に行きたいと思います。 次をお願いします、はいえー、人工降雨は長年研究されているにもかかわらず実用化できていないのはなぜでしょうか、えー、人工降雨に関わる研究は、えー、沢田 PM も筆安 PM もしていない、まあ、シーディングに関わるという観点では、はい、じゃ筆安 PM お願いします。はいありがとうございます。あの まあえっと、世界的に見ると人口降雨ちゃんとやられています。あのもう少し詳しく自分のパワーポイントで話せばよかったんですけど、少し載せてますんで、そちらをご覧ください。ただ、まあ、やっぱり難しいのはその効果が判定できないことになると思います。えっと、被害が起きるのをこう防ぐための人口口とかそういうレベルではないんですけども、考え地域で雨をもたらしたり、えっと、少しこう。えっと 今東京都でもやっているやつなどは、えー、と雨不足で水不足になって、えー、それを少しこう何とかしようというときに人工工具をやってたりもしますあまり知られてないだけでいろんなところでやられているということと、まあ、なかなか効果判定というのは定量的には出しにくいというところを聞くところによると干ばつ、まあ、特に干ばつに対して雨を降らせよう、まあ、雨乞いですよね。 はあのーまあ、昔から人類が渇望していた技術だと思いますが、まあ、そういう意味では、えー、このシーディング特にシーディングで過冷客水があるときにあの雲を作ることができるということはあのはっきりしていますので、まあ、そういう意味で、えー、実際東京都でも、えー、実用化というべきなのか、まあ、実験的というべきなのか分かりませんが、まあ、実際社会で実装されて 実用されたということは例としてもあるしあと他の国でもそういうことを行っている特に干ばつの被害が大きいアメリカの地方なんかではもう実際に会社が人工工雨を実施するというような進展はあるというふうに聞いておりますので実用化は必ずしもできていないのではなくて可能な範囲ですでに民間事業としても進展していると。 いうふうに理解しているということですかね。はい。ありがとうございます。えっと、では、えー、次お願いします。 台風の発生初期に水蒸気を減らす実験が面白いと思いました水蒸気を短時間で減らすのではなく例えば1日か2日かけて数パーセント減らすような介入はあり得るでしょうか澤田 PM お願いしますはいあのありがとうございますえっとまあ結論から言うとあ,のあり得るというか有望だと思いますえっと1日2日で数パーセント減れば相当すごいんじゃないのかなというふうに思っています でまあ、もちろん、あの我々が先ほどちょっとご紹介したように、その、効くタイミングっていうのはあるというふうに考えていて、つまりいつでもどこでも水蒸気を減らせば同じように強度が下がるというふうには考えていなくて、やっぱりウィンドウがあって、この瞬間に減らすことができれば、大きな効果が得られるけど、そうじゃない時間もあるというのは事実です。なので、まあ、もちろんその、今こ、ここですよって時にパッと減らせれば、 非常に効果的でああるとといいうこはは間違いはありませんなので、まあ、そういうところはあるものの1日2日で数パーセントというのは、えー、十分、えー、とそ,ういうこうそういう介入で効果がある理論を組み立てるということは今の、えー、と肌感覚だとそれはできそうだなというふうに思っています。だからまあ短ければもちろんそれが嬉しいんですけど、えー、1日2日で数パーセントというのはオーダーとしては大変 有望だなというふうふに考えておりますす以上ですはいありがとうございいいまますはいえー、筆 PM お願いします、はい、あの補足というところなんですけどもここに書いてあるのその発生初期っていうところはよく言われていて今その、えー、と沢田 PM がすごいこのど,どこで介入するどこで水蒸気を下げるといいかっていう本当それ研究ベースだと思っていてえっ、ー、とこれも僕もよく言われるのはその台風がまだ強くなる前弱い時に えと介入したら効果的なんじゃないっておっしゃるよくあるんですけども発生を研究し台風の発生を研究してると台風が発生する場ってこと本当に広域であるんですよね。でたとえその発生したてのまだこう生まれたての台風を、えー、と何とかしたとしても発生の場は変わらないのでそれとは別のところで発生する可能性もある。あの 台風の発生予測は難しいのはそこで本当にちょっとしたことで変わるので、えー、と発生を抑えることはできたとしても場が変わってなければ今度は違うところで発生してまた同じように台風ができて台風が被害を与えるかもしれない、まあ、そういう、えー、と発生だから弱いからチャンスっていうのももしかしたら違うかもしれないでもそういうのを今までこう発生の研究だけを発生目線だけでしていれば、えー、とそういう発想にならなかったんですけども こういう台風を制御したいっていう文脈で研究しだすと、いろんな視点で台風のことが見れるので、実は研究もすごく進んでいるなっていうのもちょっと付け加えたいなと思います。はい、ありがとうございます。モグラ叩きですよね。あのいう感じに、ねはいはい、あの大きな場として台風が発生しやすいような状況があって、えー、まあ一つ発生しそうだというから潰したら、 他のところににまた出そうになってて潰してあの予測が難しいという話がありましたけれどもあの私はその、えー、とカオス理論を使ったらあカオス性を逆に逆手に取ってやるといいんじゃないかっていうのは要するに予測が難しいということはちょっとの変化で全然違う未来に行くっていうことですよねちょっとの変化を、えー、起こすことは比較的足りやすいはずなのでちょっとの変化を起こして、えー、台風潰すと。 でまた大きそうになったらちょっとの変化を起こして台風潰すと。でしばらく待っていれば1ヶ月も、まあ、何週間かすればそういう台風ができやすい状況は移っていくと思うので、まあ、それを待つっていうのも一つ。あとあのサラダ PM が言っていた重要な点はあの効果的なタイミングや場所っていうのがあるっていうことですよね。常日頃からずっと何かするのではなくて 何かが起こりそうな時にしかもこの場所でこのタイミングでこれをすればそれが効くっていう制御の,その効率的な介入の仕方があるということですよね。でこれはあの実はあの台風の予測をするために飛行機が飛んでいく時にじゃあどこを飛んでいって観測すればいいかっていう問題があって、えー、予測をより良くするためにここを観測すればいい今だったらここ明日だったらそこというふうに観測を最適化する。 台風のツボというふうに言われていましたけれどもそれと非常に近い問題で今介入ということを初めて考えているので介入するツボがあるはずでツボを押せばそこが一番効くということですね。あの、まあ、そういうのはあの、えっと、制御の、えー、理論の研究になりますけれどもその時にやっぱりいろんな手段があった方が、えー、いろんなツボの押し方ができるので。 えー、より効果的、効率的にいい介入ができるということです。ですので、まあ、ここ面白いのは、例えば1日か2日かけて数パーセント減らすような技術がもしあれば、それはそういう手法として活用できるし、もっと短い時間だけ何かするとか、あるいはもうちょっと長い時間なんとかするとか、まあ、いろんな方法があればあるほど、えー、組み合わせて使うことができるので、まあ、そういった観点で私たちはいろんな方法が。 あるといいなというふうに思っているわけですね。どうもありがとうございます。えっとでは、えー、次に行きたいと思います。えー、例えば送電線や風力発電所、工場、船舶などの既存施設や設備等を活用した取り組みは想定されていますか。えー、そうですね。船舶に関してはフレア s PM が取り組んでいらっしゃったと思います。何かコメントありますか。 はい、あの我々のチームの中に船舶の先生がいまして、まあ、船舶の先生と,、えー、とどういった台風の勢、まあ、力を落とせるかをまたこれも数値シミュレーション上でいろいろ取り組んでいるところですあの。最初に僕のプレゼンテーションで、まあ、こういう3つの方法ありますって言いましたけども実際はもっともっといろいろ自分たちが考えられる範囲で。 アイデアをいただきながらコンピューター上で調べているところですあと風力発電もその最近になってまたあの工学系の先生がアイデアを出してくださったので今ちょうどやっているところですあんまりそのどういったものを使ってどういった設備を利用してえとしあの制御するかっていうのは最初気象学的なアプローチでは気象学者だけでは考えずにやってたんですけども少しずつそういう工学的な工学系の先生方のアイデアをいただきながらやっているということです。 はい、いありがとうございます、はいあの。船舶もあの発電船を作ってみようみたいなことを以前、筆レプロジェクトから、はい、もちろんです。なので、風力発電も新しいタイプの洋上の発電というのも考えられる、ね、はい、そのつもりで、えっと、もちろん台風を制御することがまあ我々のプロ大きなプロジェクトのなんですけども、もしそれを本当に地球の中に出して、自走して、えっと、やっていくには、 まあそういったあの2つ目の使い方みたいなのも考えて自分たちで収益というか、えー、と続けられることを考えながらやることも大事だなと思ってます。はい、いありがとうございます、まあ。ここに書かれていることで言いますと例えば工場なんかは、えー、工場によってはですけれども熱を排出するような排熱をする工場なんかは、えー、その運,運用の仕方を、えー、ちょっと工夫するとか。 あるいは、まあ、発電所なんか分かりやすいですけども風力とは限らずえ既存の火力発電所運転してるかしてないかで排熱は違うと思うんですよね、まあ、そういうのを変えてみるとかあるいは工場ですと、えー、煙が出たりする工場があったとしたらこの煙によって雲が作られるみたいなことがあるかもしれませんしそれをちょっと操作してみるとかですね 私はあのスーパーコンピューター富岳がある研究所で普段、えー、勤めていますけれども富岳、まあ、を見るとですね常に水蒸気がもく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 上がってるんですねであれは富岳を冷やすために冷却装置があの水蒸気を作ってしまってるんですけれどもあれ加湿してますよねどう見ても熱も出してるしあのも,もくもく見えるぐらい加湿してますのであれは神戸のローカルな気象には 影響を与えているんじゃないかと思うんですが、まあ、それも富岳で計算をして、今は止めた方がいいとかですね、まあ、そういうことあるかもしれないですね。ですので、既存の施設や設備等を活用するというのは十分想定の範囲内ですし、経済効率性を考えると、あの新しいものを作るよりもですね、あ,のありうるんだと思います。はい、ピ、はい、田 PM お願いします。 あの関連すると、まあ、少しあの発表の中でも挙、えー、げさせていただいたんですけどその、まあ、あの PD からも打ち水の話がたくさん出てますけどあの私たち考えっていう巨大な打ち水を地球上でいろんなところでやっていてで少しそのこのプロジェクトとは、えー スコープが違うんですけど、例えば川の下流で考えをたくさんして、で蒸発して、それがもう一回風で運ばれて、上流で雨が降れば、こう永遠に水をくる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 使えるみたいな、そういうシミュレーションをしたりする研究っていうのはあってですね、だからそういうことがもし、えっと、もう少し時間つけるの短い、極端気象とかにもうまく使えるのであれば、やっぱり一粒で2度おいしいというふうに思っています。 であとは既存施設でいうと少し最近面白いかなと思ったのはその建物のかなり細かいディテールがその建物の風下側の流れに相当効いているんですよね。で大きいビルとかを建てるところ、えー、と建設会社さんとかはその自分たちが建てた建物のせいでなんかものすごい突風が吹くとか言われると大変なことになるので非常にそういうところを気にしていて。で まあ構造物だから動かせないかなと思ったんですけど案外こう結構細かいディテールのところでこう乱流が変わったりするのでそうするとそのくらいのディテールだったら動的に動かすことができちゃわないかなとかっていう話をしたりもしていてでこれもやっぱり既存施設の有効活用ですし,、まあ、なんかし建物の所有者としては CSR みたいな感じで、えー、社会貢献みたいな形でちょっと。 電気使ってディテールを変えるっていうようなことで対応できるのであれば有効活用になるかなとかまあそういう、えー、既存施設を活用した取り組みというのは大いに歓迎されるべきものだというふうに思っておりますはいありがとうございますあのビルに羽をつけるとかそういうことですかねあのやもう山崎 PM は退席されましたがあの山崎 PM のご研究の中で山口 PM すいませんのご研究の中でその ビルが作る渦、まあ、小さいスケールの,その渦、乱流による渦がこう合体していってゲリラ豪雨の発生につながってくるのではないかとか、まあ、そういったようなシミュレーションにも取り組まれていますので、まさにあのゲリラ豪雨の発生からです、ねあのはい、あの関係してくるのかなというふうに伺いました。すみません山口、PM えー、では次お願いします。海水組み上げやシーディングの環境影響は考慮されているでしょうかこれはあの副作用の話ですかね。えーえー、と検討されていた筆足 PM にはい、はい、いありがとうございます。その海水組み上げは先ほど検討しているとお伝えしたとなりです。でとそうなんですよねその まあ、あのそういう提案をしてくださった人たちも研究者グループで、まあ、その人たちとまあ話し議論していく中で実際そんなに大きな影響はないだろうっていうのはおっしゃってましたで、まあ、一方でさらに言うと,、えー、と彼らはそのやっぱり温まりすぎているところに少し冷やすことで実は生態系にもプラスに効くと、まあ、そういう言い方をすると,、えー、と台風でかき混ぜ効果があるので 温、えっと、かい海水をかき混ぜて実は生態系にも恵みになっているのはよく言われていてあの実際の例だと去年の夏なんかは台風沖縄地方にあまり来なかったことで、えっと、海水がすごいああのかき混ぜ効果が弱くて温、えー、まりすぎて実はサンゴ礁すごいあの影響が出てたっていうのが去年の例です。まあ、そういうい意味では、まあえっと 組み上げに対して言えば、実際その生態系に影響は少ないと思ってやっています。もちろん、でもこれから自分たちがやる介入が、 えとどのぐらい他に影響あるかっていうのも一緒に研究をしていくべきだと思っていてえと防災上だから大事だって言ってやって進めてますがそれは人間にとっての話で他の環境に自然破壊とかにつながったりえと他の環境を壊したりしていくっていうことは必ず避けていかなきゃいけないそのためにはちゃんとシミュレーションをした中でえとそういう影響が出ないかもきちっと調べようと思って調べながら進めています。 シーディングはちょっとあの僕も専門あのうんとや,ってやってます、シミュレーションをやっていて、今の話で、例えば、えー、とこちらに雲を立てると、本当は向こう側で立つ雲がこちらに立つことで起きることとか。 そういうことは考えなければいけないんですけれども、まあ今までずっとシーティングをされている研究者の方とかと話をしていますが、まあそこまでまだ進んでないみたいには聞こえます。でもこれから我々がもし本当に台風の介入をするのであれば、あのシーティングに対しての他の環境への影響とかも調べます。あのマク物質自体の毒性とか、なるほど、そういうものはどうなんでしょうか。はい、シーティングってこうその雲を起こしやすい起こすための影響のある物質をマクんですが、それは えっと、環境にいいものはもちろんだと思ってはいますはいあの、いろんな、まあ、物質によってそのシーディングの効果の効率がいいとか悪いとかあると思いますし非常に毒性の高いものを効率がいいとしてもまいていいのかっていう環境影響評価もあると思いますし逆にかん環境影響は、まあ、あのドライアイスとかだと二酸化炭素ですけれども、うん、まあ 大気中の二酸化炭素濃度を変えるほどのシーディングはおそらく普通はしないので、えー、ほぼ影響がないくらい、うんで、二酸化炭素なんで、毒性は基本的にはないんじゃないかと思うので、まあ、安全だと思うけどもはい、ヨーカギン、よく使えたらヨーカ銀なんですが、ヨーカギは本半世紀前にあの害がないっていうことを証明してあの始めています。 でこれからもし皆さんの方からこういうのどうだってアイデア出た時も必ずそういうチェックはしながら進めるべきだとは思いますはいありがとうございますあとまあここにありませんけれども例えば海面の、えー、蒸発とかをあるいは滑らかさとかを変化させるような化学物質とかもあり得ると思うんですけれども、まあ、そういうのをもし撒いたりした時にその生態系特に魚とか 海で生きている者たちとか、まあ、いろんな影響を十分に評価しないといけないかなとは思いますね。ですので当然この目標はあの科学的な知識を増やすことが目標ではなくて、えー、あくまでも社会実装できる技術を社会で使う技術を作ることが目標ですので、えー、社会でそもそもこんなものを使えないという。 ものはあのちゃんと影響評価をして、えー、社会の中で使って良い技術として作っていく必要があると思いますので、はいまあ、こういうことはしっかり考えて、えー、この研究目標全体を進めていくというふうに考えていますですので環境影響は考慮しています、えー、では次をお願いします 近年光をほとんど99.9%以上吸収するシートが精力的に開発されてきています。そのようなシートを利用すれば大気を加熱したり冷却したりすることができると考えられますが地表面に展開するなどして、えー、手法の一つとして考えられますでしょうかありがとうございます。えー、とこれあの、初めて 私全然知りませんでしたけども、えー、と光をまあ国体ですよね光を吸収するもの要するに国体を作る技術ができてきているということですかね国体が仮にあったら、えー、どうまあいろいろ使いではありそうですねなので私の,あの感覚ではそういうものはあの 使い,使い方、まあ、どういうものかによるシートなので、まあ、こう広げるようなものなんですかね。物質ではなくて、国体物質とかではなくて、シートなんですね。そうすると、あのビルの表面に貼り付けたりとか、あるいはこうバーッと広げたり、縮めたりもできるんですかね。それはいろいろ使いでありそうですが、いかがでしょうペンキのののようなものなの かなといいう印象を受けていますで私一応工学部で、まあ、土木とかと違ってやっぱ工学の花形は材料なのでえたくさんそういう話を聞くことがあって羨ましいなと思うこともあるんですけど、まあ、あの最近確かにその物質をうまく設計することでその任意の波長の電磁波のみを吸収するとかそういうことができるようになっているということは 私も実は聞いたことがあって、で、有望だなと思って、ちょっとそういう先生にアイデアを話したりしたことは、えー、ございます。で、まあ、その、コスト的にどうなのかというか、いうことまで考えると、ちょっと分からないところはあるんですけど、こういうものを大規模に展開することで、えー、気温を変化させるということですね。それは非常に有望で、あの発表でも申し上げた通り、その大気仮想の気温というのを操作してあげれば、 大量の立ちやすさをコントロールすることができますので、それをうまく手控にして台風のような大きな現象をま操作するということは非常に夢のある話でいいんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。あとはあのまあここにはない光でね加熱で思い出し思い浮かべたんですけど、あの遠隔でできるとあの機動性の観点では嬉しくてあの。 マイクロ波ですね、電子レンジ、巨大な電子レンジで <laughs> 大気中の水を加熱するみたいなことは、多分できる、や,やっていい技術になるかどうかは別としてできるかもしれなくて、非常に強いマイクロ波を打って、雲を加熱するとか、あるいは、まあ、大気中の水蒸気を加熱する、あるいは海面ですかね、海面も水なので。 海面をマイクロ波で加熱、まあ、海面の場合、その水の量が多すぎるので、加熱が難しいかもしれませんが、まあ、でもそういうことは考えられるかもしれませんね。シートの場合、実際そこに物がないと効かないですけど、まあ、それはそれで使い,が使い出がある可能性はありますし、まあ、遠隔で何かできるようなものがあると、えー、それはそれで嬉しいのかもしれないなと思います。えー このどううでししょうこれに関して温度を変えるっていうのは、えっと、今これ放射を通じて温度を変えるということですけれども逆に、えー、ミラーを置くっていうアイディアも <laughs> あるにはあって <laughs> あの吸収するんじゃなくて反射させる、えー、そうするとあの日,光日射があった時に反射するとか。 雲はよく反射しますけどね。はい。いろいろ考えうるかなと思います。えー、では、えーはいえー、次をお願いします。えー、筆安 PM がお示しいただいた3つの制御方法について。 どの程度の効果があるのか見積もり等はありますか、はい、ありがとうございます。あの、いろいろ、えっ、ー、と、スチシミュレーション上で、今、ちょうど、えっ、ー、と、現在進行形でやっているところです。で、その、まあ、介入の仕方あの例えば、えっ、ー、と、最後に僕、台風の目の中に氷をまく。 お伝えしましたけど、まあ、どれぐらい前行くとどれぐらい変わるかっていうのは今もやって結果もだいぶ出てきているところになります。あの3つの方法って書いてますけども、あの今日シミュレーションではこれまで考えられているのは3つですけども、もっともっとたくさん今、アイデアを出してはシミュレーションをして、まあ、介入の結果、効果を出しているところです。ただやっぱり難しさもありまして、えー、と例えば A っていう台風ではこれだけ効いたけども、B っていう台風では効かない。 とかやっぱ台風も個性的なので、えー、とど,ういどういう時に聞く、あの先ほど澤田 PD から PM からもおっしゃってましたけども、もどのタイミングでかけるとどう聞くかって本当結構多種多様なので見積もりは難しいところです。まあ、ただ、これから、えー、とあと残りの期間をかけて、まあ、2年ぐらいかけて、えー、としっかり結果を出したいなと思っているところです。でしかにも、さらにここでこう,こういうのができるんじゃないかというアイデアをいただければ。 やれると思います見積もりはやれると思いますはいありがとうございますあの人間が扱えるようなエネルギーなのかどうかという観点ではその人間が扱えるぐらいのエネルギー量で希少、えー、に有効な変化をもたらせるかどうかみたいな見積もりとかはありますかありがとうございますあの、まず我々がやろうとしているのはえっと。 そういう観点は今持たずに、あえて持たずに、例えば船を使って、えー、風の、えー、とエネルギーの流入を抑える、そういう介入をするというシミュレーションをしています。それを例えば1隻である、10隻である、100隻である、1000隻であるという、う100隻や1000隻なんて大艦隊のありえない数ではあるんですけども、シミュレーション上ではまずやってみようと思っています。 あの例えば勢力でいうと、勢力がどれぐらいを抑えられるかを、えー、と一個一個全部出していくと、そうすると、どこかでちょうどこれぐらい、この効果だと、この船の数で行くと、ベネフィットの方が上回ると、これ以上行くとコストの方が高いっていう、まあ、点が出てくると思うんですよね。それれををまままず調べることと優先ししてています、はいいすすはありががうござ PM 示さた中で あの水蒸気量を5%減らしたり10%減らしたりっていう実験をされたと思うんですけれどもあれはエネルギー換算とかはされてはいないんですかえっと現状してないですでできると思うのでエネルギー換算を、えー、最終的にはする予定で今していないのは、まあ、どう考えても、うん、全然とてつもないエネルギーが必要なので、まあ、やってもあまり面白くないと思うんですけど最終的にはその所有の 所望のエネルギーにおいてどこまで制御できるかということの関数みたいなものを得ることは私たちの目的なのでそういうこのエネルギーだったらこのくらいじゃあ逆に言うとこのくらい変えたければこのエネルギーっていうのがうまく求められるといいかなと思ってますそのまあこれぐらいのエネルギーのインプットを与えたらそれが拡大されてこれぐらいの現象が変わるっていう対応関係だと思うんですけれどもそれって減少依存しますよねすると思います。 であのその制御手法依存もしますよね。うん、すると思います。そのあたりが今後の研究テーマになっていく、要するにこういう現象を相手に何か介入しようと思ったら、えー、こ,のこの効率のいい制御手法を使うと、えー、これぐらいのエネルギーがこれぐらいの効果をみたいなあの関係性を見つけていく。はい、おっしゃる通りで、まあ、そういうことをちゃんと網羅的にきちんと調べて、理論を作ると。 とといいうことが、まあ、目標になってくると思いますで、まあ、もちろん我々は例えばこう毎年日本に近海に近づいてくる全ての台風が制御可能であるという立場には立ちませんなので基本的にはそのうまくいくものというのがあってそれが特殊な性質を持っていてそういうものに対しては極めて効率よい介入ができるはずだとそういう仮説のもとに立っているのでじゃあそういうものがどのくらいあれふれて存在しますかと。 ようなことをきちんと見極めるということがまず理論として重要だというふうに考えていますはいありがとうございますあの、ま今日の趣旨にま,また話をちょっと戻したいと思いますがあの私たち話しているとどんどん気象学的な話になっちゃって趣旨から離れていっちゃうのであの趣旨を思い出さなきゃいけないんですけども今日の趣旨は気象学とは関係がなさそうなところのアイディアをいかにあのこの目標達成のために あの救っていくというか取り,あの取り込んでいくというかあを考えたいんですけれどもその観点で、えー、どうまあ我々みんな困ってるんでこういうことをやってるんですがあのどういうふうなコミュニケーション手段というかあのど,どうやってあのそういうところにリーチできるか何か お考えな私もあのだいぶ考えたんですけどあのなかなかうまい手が思い浮かばずこのパネルディスカッションに至っているのであのせっかくのせっかくあと10分ぐらい時間ありますからそのあたりの,あのアイディアをいただけると嬉しいんですけれども。 いやアイデアはないですけど、えっと、まあ、その今聞いていらっしゃる方々にまあ言いたいことは、まあ、私と例えば仕事をするみたいなのは、あまりに離れていてありえないんじゃないかっていうふうに思われている方がいらっしゃるかもしれないですけど、やっぱりその新しい学問みたいなものを創生しないと、こういう えー、突拍子もないようなことってのは実現できないと思っていてだから2050年に例えば大学で学位を取るような学生からしてみれば沢田とその人は一緒に働いていて当然だというふうに感じられるようになっていなければいけないんだと思うんですねだ2050年にはもうそういう気象制御学みたいなものが存在するから当然この人とこの人は同じそれこそ同じ学部にいたってよくてそ一緒に働いて,いて当然だと学生が見る。 そんな妄想でぜひあの興味を持ってほしいというふうに思っております。そうですね、まああのえー、今年が2023年ですのでだいたい去年か今年に生まれた人たちが28歳ぐらいになって、えー、博士号を取るのが2050年になりますから、まあ、まさにあの私たちがこれからあの作っていく社会ですけれども。 まあその社会にとって重要な技術として、えー、確立しているためにはあのそのように私たちがあの気象学を超えてですねあの新しい学術領域を違うプログラムみたいになってきちゃうので <laughs> あれですけど新しいあのそうですねあの学術領域といいますかを、えー、創生していくそのためにはやはり分野の違う 今現在では分野の違う人たちが、やっぱり。持っているものを。組み合わせて1。え一たす一が、により大きくなるような。あのことをしていかなきゃいけないかなと思います。そ、え、れ、っと、では、あの筆やす。はい。あの。えっと。このムーンショットが始まる前。なんですけども、台風科学技術研究センターが立ち上がりまして。えっと、いろんな分野の人と。 あととは企業さんとも一緒に研究を進めていますろ台風制御だけじゃなくて目の前で起きている本当に台風の,あの困ったことに関して取り組んでます。でもう一つはその組織的にしかも長期的に、えー、と戦略的にあのアウトリーチをすごくやっぱりやっていてあのしかもそれは、えー、と大人向けじゃなくてむしろ子ども向けだったり楽しくやってみんなに受けるように科学館でやったり。 えー、学校、小学校、中学校でも一応やっ、一応というか、本当にいろいろやっていますあの。数では出にくいんですけども、えっと、先日聞いたのはあの、ある公立の中学校の期末試験で、この台風制御の話が出ていて、本当にその難しい学校なんですけども、そこの子どもたちも、実は答えを台風の制御どうしたらいいですかというのも、ある期末テストで出て,ててやってるくらいです。 あの帰ってゆくゆくはあの研究がどんどん続けられることになるしあとはそれが防災教育にもなるなと思ってます今までの防災教育だとこれを知ってないと台風に襲われ豪雨にやられて命がないですよってまるでこう脅して教えてるんですけどもそうじゃなくてもうちょっとこうポジティブに台風を見たり豪雨を見たりしていけば実際に台風が来てる時に自分からこう情報を 拾ってきて自分で解釈理解して自分で行動を取ると思うんですよね、まあ、そういう大きな意味での防災教育っていうのを、まあ、これもあのこのムーンショットを通じてやっていきたいなと思いますはいありがとうございますえー、っとまああの、えー、新しい質問が、えー、ご質問をようやくいただけたと聞きましたのでそちらにはいすみません今まで何も言ってませんでしたが あの質問が尽きてしまってですね、それで今つないでたというのが現状ですので、もしよろしければ、あの思ったことを Q&A ボックスに入れていただけましたら、あのはい、ありがたく思います。えー、っと、新しい質問、ご質問です。マイクロ波による加熱はどれくらい効果的だと思われますかありがとうございます。 マイクロ波であの水,が水分子をあの動かして、えー、加熱ができるということはあのもう各ご家庭にあるマイクロウェーブオーブンでよくわかっていることですね。ただ、あれはそのマイクロ波がそのオーブンの中に限られてこう飛び交ってその中にあるものを温めますけれども、まあ、同じ原理で。 えー、マイクロ波を観測すると、えー、大気中の水蒸気の状態が分かったり、まあ、あの温度が分かったりということがありますねで実際それはあの人工衛星にマイクロ波の放射計を搭載したりして、えー、天気予報に生かされているとで今言っているのはそのマイクロ波を、えー、能動的に射出して狙った場所にフォーカスして フォーカスするのはレンズがありますから何か手があるんだと思うんですよね。どこか点というか限られた範囲の中にそのマイクロ波をフォーカスさせることでその限られた範囲の中の水を、えー、加熱するということはできるんじゃないかなと思います。で、まあ、どれぐらいのエネルギーの加熱をしたらどれぐらいの範囲の、えー、例えば大気が、まあ、これぐらい、えー、例えば 台風ができるような環境にある大気を、えー、これぐらいの範囲で、えー、何度上昇させられるということをまず見積もる必要があって、まあ、そのためには水蒸気量がその大気にどれぐらいあるとか、まあ、そういうことも必要になってくると思うんですよね。でできるのは加熱なので、えー、要するにですね吸収することはできないと思うんですね。ですので加熱しかできない。なので簡単に考えると加熱すると えー、現象はさらに激しくなるんじゃないかなという気がするので、えー、普通に台風を加熱したら台風は強く発達してしまう気もするから、あのそうではなくて、えー、台風の発達を阻害するような加熱をすればよくて、まあ、そういうことは考えられるんじゃないかなと思うんですよね。ですので、さまざまある手段の一つとして活用する可能性はあると。えー 発電所が発電するエネルギーはあの10万キロワットとか100万キロワットというような単位になってくると思いますがそれぐらいのエネルギーをもしあのマイクロ波として射出して水を加熱すると十分インパクトのあるあの加熱ができるんじゃないかなという気がします。というのは私自身先ほど言いましたけれどもあの ミレニアの、ムーンショットミレニアの研究で、こういうその仮にこういうパータベーションを与えたらあの台風が弱くなるとか、あるいは豪雨をよ動かしたり弱めたりできるということを調べてきたんですけれども、最近そのエネルギー換算をしてみてですね、与えたエネルギーを1ギガワット、まず100万キロワットですね、1ギガワットにしたとしても、効果がゼロじゃなくて、まあ、 非常に弱い効果、まあ、効率的な介入をしていないので弱い効果ですけれどもでも雨を減らすことに効果があるということが分かりました1ギガワット100万キロワットというのは原発1基分に相当すると聞きましたですので原発1基使ってですねあの発電をしてそのエネルギーを全部あのエネルギーロスなくあの仮に射出して、えー、温度を変えることができれば あるいはその水蒸気の,その温度ですね、おかえ水を熱することができれば十分効果があるあの介入手段になり得ると思います。というのがあの私が今まで知っている知識から類推するあの効果的なであろうというあの根拠です。えー、何かコメントありますでしょうかえっと。 あんまりこうネガティブな話はしたくなかったんですけどマイ,マイクロ波をあの本当ムーンショット,ョットミレニアの前の時にえと検討したことはありますでやっぱり規模のことを考えると宇宙から衛星を使ったことでマイクロ波で温めるっていうのも考えてましたがやっぱり今の某えと国立の,その研究所の方々とまあ相談したんですけども、まあ、なかなか難しい まだそこを技術的に難しかったなっていうのはありますただ、それはえっとその当時、数年前の話なので、また技術もどんどん進歩している中で、どれぐらいできるようになるかとか、検討すべきだなと、もう一回見直すように、見直すことを今、ちょっと考えました。えっと、澤田からは、えー、これ、効果的なんじゃないかなと、私は思ってます。で、あとはマイクロ波だけじゃなくて、多分レーザーによる冷却とかも。 え面白いいのかなと思っていますで何よりこの辺のアプローチがいいのはこうリモートセンシングっていうかその遠くからこう機動的にやもし実現すればやれることが期待できるつまり宇宙からこう撃ったりとかしてこう非常に機動的にこう狙ったところにやるというのが結構期待できて結構そういうのがないとその私の発表でもあったようにこう特定の場所特定の瞬間にうまく 行く場というのがあり、得たとしてもそのそこまで物を持ってったりとかすることが非常に難しいので、そういう機動性みたいなものっていう観点から、その仮に1回の効果はそんなに大きくなくても、そういう機動性の観点からかなり有望なのかなと個人的には思っています。以上です。はい、ありがとうございます。そうです。あの制御手法を研究していると、あの同じところにずっとやるとかよりも。 大きな場所を変えることができるということが非常に効果的な制御手法につながるという,いうことも分かってきていますから、まあ、そういう方法はウェルカムですよねあるいはすごい低コストで環境影響もほとんどないものをたくさんあってそれをオンオフできるというのもそれに近いことができるかもしれませんしいろんなアイデアがあるかなと思います ありがとうございます、えー、そろそろお時間ですかね。あのー、何かあの最後にディスカッションしたいこととかありますかこの機会に。まあ、制御手法。まあ、もう先ほどご発表いただいて、あのーまあ、思いの丈は述べていただいたと思うので、まあ、改めてあの思いの丈を述べ 述べていただく必要はないと思いますけれども、何かあの言い添えたいこととかがあれば思いの丈になっちゃうんですけど、あのなるべく多くの方にあのぜひ関心を持っていただいてあの、新しい学問をぜひ作りたいと思っておりますので、あのご興味ある方は、何か、えーはい、いろいろ見ていただけたらなというふうに思っております以上です。 はいえっと、私からもなんですが台風って本当にすごく強くてこ頑丈で大きいものって思いがちなんですけれども実際本当そんなことはなくてどこかにツボがあるということを考えればあとは、えっと、もちろんサイエンスとして研究として、えっと、どういうメカニズムかを考えつつも、えっと、制御の方法は何かしらあると思ってます。 それ先に本当にできるかどうかっていうのも大事ですけども、えー、と研究として一緒にやりたいなと僕は思ってますはいありがとうございます、えー、ではあのもう時間ですので、えー、とパネルディスカッションは以上にしたいと思いますがあのご質問はあのいろいろいただいていてあの先ほどあの質問は尽きたと言ったおかげでたくさん来たのかもしれないしあのいろいろいただいていてですねあのただあの もうお時間ですので、あの今まで、えっと、ここで今、ディスカッションできなかったご質問につきましては、後日、えー、かいあのこちらからご回答を差し上げるということで、あのご理解いただければと思います。はいえー、ではあの、以上で、えー、本日のパネルディスカッションを終えたいと思います。